先にどうぞ。金色の卵？でもどうやって調理すればいいの？助けて！また僕の出番か。どうぞ。ナイスアイデア。失敗するはずがない。殻を割って。よし、大成功。わーお、見て！他のはどうかな？やっぱり濃いんだ。普段から卵焼くべきよね。味はどうかな？お味見。味がない。これでいいかな。たっぷりね。かけすぎじゃない？まずくなっちゃうよ。そう？これは予想外ね。桃？ヨーグルト？いいこと考えちゃった。お皿の上にヨーグルトを乗せて、いい感じ。次は桃。健康的な目玉焼き。あとはリンゴも足して。美味しい朝ごはんの出来上がり。創造性の高いレシピね。合格。やったー。あなたは不合格。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、材料です。あの子汚いな。聞こえてるんだけど。料理のテスト開始ではなくて料理対決。なんでここにいるんだろう。お金？それだけ？はっ。チーズね。使えるかも。これでよし。このアイスキャンディー棒があれば OK。チーズのブロックに刺したら3等分にするの。こうやってチーズに卵と小麦粉をつけて、最後はパン粉。熱々の油の中に入れたら金色になるまで火を通すの。美味しそう。あとはお皿にのせるだけ。確かに美味しそうね。ちょっとすみません。役立たずね。ヤッホー、助けが必要なの。今休暇中だよ。お金があるって。任せろ。よし、まずは着替えて。準備 OK。 どこに行くんだい？すぐ戻るから。心配だな。まあいいか。ワクワクする。昔を思い出すな。あいつか。簡単簡単。今のうちに。お金も足りないぞ。まったくもう。あれ？料理は？残念、不合格よ。信じられない。チーズはどこに行ったの？素晴らしいわ。合格です。本当に？やった。こんなのずるい。あふふ。3、2、1。待って。面白い。一緒に開けよう。金色のパンだ。シンプルだけど工夫のしようはあるわよね。どうしよっかな。トースト？トーストの作り方なんてわからない。僕も知りません。そうだ、いいこと考えた。パンをアルミホイルの上に置いて、チーズを乗せたらこうやって挟むの。アルミホイルを折って。あとはあれだ、取ってこなきゃ。想像しいわね。あった。私のことは気にしないで。アイロンを借りるだけだから。このソーセージおいしい。ケチャップ見つけた。おれれ。ソーセージが。おい、起きろ。食べるなって言っただろ。わしじゃない。どうしよう。洗濯でもしてるの？あ、そうだ。ジュエリー、もちろんです。筋トレしなきゃ。ふう、きれい。これなんかいいかも。パンの上に乗せちゃえ。料理って楽しい。菌がたっぷり。それ料理。最後のパン、おめでとう。サンドが焦げちゃう。うん、いい匂い。地味じゃない？重すぎて持ち上げられないし。さあ、二人ともできた？わお、合格。やった！それは何かしら？食べられないから不合格よ。わあ、すごいマシュマロ。あ、1個？なんで1個だけ？どうすればいいの？残念ね。あ、うん。美味しくなるに間違いない。ワッフルメーカーの上に乗せて、蓋を閉めたらスイッチオン。あとは待つだけ。どうかしたの？絶対に負けない。私は電子レンジよ。豪華な器具なんていらない。この中にマシュマロを入れてチンするだけ。うん、なんか匂わない？あ、最悪。汚い。こんなのずるい。あ、できた。すごい大きい。見てこれ。ほんとだ、すごい。私のは丸焦げ。間違いなく不合格。残念ね。それは素晴らしい。ナイスジョブ。わあ、ありがとう。褒めてあげる。今度は何だろう。うわー、ケーキだ。何が起こってるの？私のはチョコレートカップケーキ。微妙だな。今すぐ食べたい。ハンドバッグちょうだい。おお、はい。ありがとう。違う、これもいらない。それ全部カバンに入るなんてすごくない？どこかな？これでもない。 iPhone 捨てたわけ？今のうち。さっき見たんだけど。あった。ケーキの上にぴったり。それ最高。うん、いい感じ。色もつけなきゃね。人形の上からこうやって入れるの。こぼれないように気をつけながらね。うわー、何それ。準備はいい？それすごい。まだ終わってないよ。魔法の粉、じゃじゃーん。きれい。こんなケーキに勝てるわけないし。あ、そうだ。試してみよう。フロスティングをつけるの。たっぷりね。何か足りない。あ、サンド。今はいらないかな。面白い。この目、使えるかも。ケーキの上に乗せて完成。あは、本気？対決だって分かってる？ああ、まさに芸術作品ね。素晴らしい。やった、嬉しい。そしてこの怪物は怖いですわ。ダメね。でも、そう？可愛くない？もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。お先にどうぞ。いや、お先にどうぞ。お願い。もうわかった。これ全部私に？そもそもこれ入る？もうわかった、ミニバンの私。かわいい。ここにいてね。この方のおかげでチョコをかけられちゃうんだ。よーし、入れ。あともう一息、上まで行ってみようかな。いい感じ、完璧。通常注意、チョコ洪水だよ。思った通り流れなかったね。ケーキにはこれが欠かせないよね。スプリンクルシャワー。楽しい感じになったね。さて始めるよ。持ち上げればチョコが全体に広がるの。綺麗じゃない？最高のケーキじゃん。プロって感じ。作るの楽ちんだったしね。食べたい？私はいっちゃうもんね。スプーンで一さじいただきます。見て見て、ちょっと近すぎ。おいしい。天国って感じ。私のは何かな。トルティーヤってどういうこと？スプレッダーがいるな。スリットを入れていっと。あとはチョコをたっぷり。よし、おいで。遠慮しないで、こっちおいで。お楽しみはこれから。まずはチョコを伸ばそうか。ケーキみたいだね。いい感じ。舞台の準備が整ったらスター選手の登場です。甘いものがいっぱい。マシュマロから始めるね。4分の1だっけ。それからチョコ、美味しそうでしょ。サワーグミはいかが。一握りいただこうかな。それからグミ、よしと。準備 OK。 4等分にしたのを畳んで40層のラップの出来上がり。わあ、砂糖のカフか。4層一気にいかないと。ミッション成功。天才っておいしい。これ食べたら超元気になっちゃうな。いただきます。わあ、パーティーは大盛り上がりだね。曲も最高。ああ、音楽と踊る手がどうしたの？退屈。正直飽きてきちゃったよ。うわ、パーティーの風船が飛んできた。いいね。わあ、私も風船ゲットしちゃった。風船大好き。ありがとう、ハンド。何がそんなにいいわけ？ただの風船じゃん。何の意味があるの？何の意味があるかって、風船をチョコファウンテンに使うんだよ。風船がチョコでコーティングされてるでしょ。ああ、なるほど、悪くないじゃん。でもさ、私がもし風船の一つをこうしたらどうなるかな？大成功。顔中チョコまみれだよ。もうどうでもいいよ。ただのチョコなんだし、もっとかけよっと。うお、良さげだね。ちょっと何でもしなくたっていいじゃん。そんなことないよ。だって面白いもん。ああ、持ってた風船全部割っちゃったみたい。残念。ああ、いいこと思いついた。風船ガムテープを用意したんだ。ガムを少しちぎって。これで十分かな。よく噛んで形を変えやすくするよ。このくらいで OK。 さて、ガムで風船を作るぞ。うわー、いつから風船ガムが得意になったの？よし、風船ガムの風船が完成。そしたらこれをチョコファウンテンに投入。天才！超賢いアイディアだね。自分が天才なのは分かってる。チョコが手に垂れてくる。タレを阻止するためにはチョコを乾かさないと。乾くまで息を吹きかけるつもり？乾いたら風船ガムに穴を開けてしぼませるんだ。次のステップは目玉グミ。風船で作ったチョコボールの中に目玉を入れていくよ。おゆき、さて目玉グミだけだと思ったら大間違い。キットカットも用意したんだ。キットカットを割ってボウルの中に入れていくよ。一つだけじゃ物足りないよね。もう一つ入れちゃおう。目玉グミとチョコバーがてんこ盛りのチョコボール、こういうのを目指してたんだ。大成功だね。うわー、美味しそうだね。最高の出来じゃん。でしょ。ハンドも同感だって。勝者は私。うわー、ハンド全員が拍手してる。おめでとうって、そっか、ハグは NG ね。了解。今回は何だろう。お腹が減りすぎ。じゃあ先に開けて。ありがとう。金色の鍵って面白いけど何のため？あー、どういうこと？ここはどこ？はあ、うわー、何これ、すごい、信じられない。いなくなっちゃったわ。あ、変だわ。大丈夫かな。赤ちゃんと二人っきり。ハッシュタグ自撮り。どうしよう。あ、メッセージだ。マジでキャンディーのお城に行ってる。私も行きたい。でもいいアイデアがあるの。これでよし。準備完了。ストレス解消になりそう。もうすぐだわ。かわいい小さなお城、上出来だわ。このお城最高。ずっと食べていられそう。どこに行ったの？終わってないのに。ああ、戻ってきたんだ。ねえ、元気にしてた？ああ、かわいい。ちょうだい。おいしい。あ、食べるつもりだった？もう私のなのに。ごめん、食べ終わったのかと思ったのよ。いいわ、2人分食べちゃおう。めっちゃいい匂い。ミルクチョコだ。違う匂いもしない？ここからだ。これらっきょうじゃん。チョコより美味しいとかある？考えただけで吐きそう。私はマシュマロだ。待ってました。巨大マシュマロいただきます。ちょっとシェアするのに十分な量でしょね。えでも他にも使い道があるんだ。あれー、使えない花の穴だな。いや、よし、これでらっきょうの匂いなし。ディップいきます。クリーミーなチョコレート。そんなにやばい味かな。2層にしようかな。いい感じ。マジチョコの味しかしない。やだ、見てらんない。そんなに悪くないじゃん。いや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 、マシュマロのが絶対美味しいでしょ。よだれが止まらない。らっきょうとは大違い。よし、どんどんいっちゃおう。飲み物もいるな。すぐ終わるからね。満杯。うんき。これで十分かな。最高。どっちから行こうかな。一緒にしちゃえばいいか。いやー、チョコ爆発。結構な距離飛んだね。人生って予想がつかないもんだよね。美味しいもの食べられてよかったってことで。最初のチャレンジは何だろう。じゃあ開けてみよう。うわ、キャビアめっちゃ美味しそう。普段は塩に匂いさせるけど行くわよ。赤ちゃんも喜びそうだわ。ほんと最高。すごく美味しそう。単なるパンじゃ面白くないから何か加えてみようかな。よし、ソースを使えば美味しくなるわよね。はい、小さな点を描けば美味しそうに見えるしね。きちんと垂らして完成。美味しそうね。私のキャビア食べてみない？それベルーナ？ありがとう。召し上がれ。ちょっやりすぎちゃったかも。どうにかしなきゃ。ねえ、お水飲む？あ、ありがとう。これで大丈夫。ママ、ありがとね。ちょっとひどすぎない？何のことを言ってるの？ねえ、先に開けて。オッケー。うん、いちごが1個。好きな果物でよかった。ってことは、ちょっと怖い。どれくらい入ってるのかな？たくさんだったら嬉しい。ん？これは予想外。チョコレート付き。どれどれ？入れてみて。よし。濃厚。あ、私もいい？ありがとう。完璧ね。匂いもいい。想像以上に美味しいかも。もっと入れちゃえ。あ、100回できるかな？時間はかかるかもしれないけど。じゃあ私は待ってるね。メール。はあ、反対だ。いつの間にか寝ちゃった。わお。99、100。100回のディップすごい。早速。いった。すごく硬い。割れて写真撮らなきゃ。さて、何が始まるのかな。あ、ハンドだ。何か準備してくれてるみたい。ポップイット？うわ、ナイスキャッチ。私には？やった。よし、パス。やん、私のハートかわいい。うげ、なにこれ？チョコ？やった！私もゲットしたよ。最高！ああ、どうしたらいいかわかった。チョコ系お菓子って微妙。あばよ、チョコ。目玉組？こっちの方が断然美味しいでしょ。鮮やかな色は難点だけど、恐竜を用意したんだ。雲を並べていこう。雲だけじゃ物足りないから、ミミズはどう？ミミズ、雲、恐竜。女子の夢が詰まってるね。うわ、素敵な青色。綺麗。ここに入れて。いい感じ。ぴったりだね。次はチョコが必要なんだ。チョコが上部にどんどん流れ込んでる。さて、次にチョコをお菓子の上から流し込もう。今すぐ食べたいくらい。いい感じにポップイートに流し込めたね。さて、ここで目玉グミを投入しよう。ぷにょぷにょ、かつモキモキ。雲とミミズの上から押し付けてと。少しチョコを加えた方がいいかな。おろし金っていいよね。狂気って感じ。チョコを全部おろしていこう。チョコってまさにゴス版の雪の結晶だね。いいじゃん。さて、お客様、お手入れを始めますね。まずは爪の形を整えます。ラベンダー色が肌の色にお似合いになりますよ。さて、ライトのところに移動して乾かしましょう。使えるものはないかな。ああ、そうだ。このライト、チョコを溶かすのに使えんじゃん。高温設定にして。全部溶かすのにそんなに時間はかからないっしょ。全部溶けたんじゃないかな。よし、恐竜チョコの準備は OK。 実に醜い。最高。けど恐竜に見えないのは残念だね。思い描いてたのと違う。ハンド、見て。ハートチョコが完成したよ。ほら、ポップイットから出してあげるね。出来上がり。はあ、ハンドがすでに勝者を発表してる。マジ許せない。もうマニキュア台無しにしちゃうなんてひどい。判定を覆すわけ？マジ？どう考えても私のがいいからでしょ。先に開けていい？なんで？ずるくない？早とちりしてたみたい。このケーキ、私より大きいわ。てっぺんが見えない。ちょっと待って。何これ？はしごがあってよかった。信じられない。あとちょっと。うわぁ、幸せそうな二人。お花をくれるの？ウェンディ、倒しよう。うわぁ、降りてくれば。ありがとう。優しいのね。よし、今度は私の番よ。うわぁ、ちっちゃなケーキ。それに色も最高だし。え、どうなってるの？うわ、大丈夫？最悪なロマンス。お、かわいいケーキ、一緒に食べよう。すごくおいしいね。今度は私が先ね。なにこれ？うわ、まずはこの2つから。チョコのサンドイッチみたい。うわ、こっちは何かしら。じゃーん、すごいチョコレートバーガーだ。ほら見て、こっちも美味しそうね。私のが惨めに見えてきたし、もっと大きければいいのに。そうだ、まずはアイロンをかけて。次は何だと思う？ハサミでちょっと切るだけ。これでチョコレートソースの出来上がり。上から垂らしてみよう。これでバッチリ。いただきます。最高！うわー、そっちも美味しそうね。私も試してみよう。うわ、早く溶けすぎ。あ、やばい、私のサンドイッチがドロドロのチョコになっちゃった。それにまずそう。うえ、じゃあ開けてみよう。うわ、いつも人に切ってもらうんだけど。そりゃそうよね、私はやったことがあるから。どこから切ろうかな。よし、始めよう。はあはあ、ちょっと気をつけてよね。ベトベトになっちゃったじゃないの。こっちは忙しいんだから、美味しいスイカを食べちゃおう。売れ方も完璧だわ。よし、じゃあ私も。はあ、痛い。うわ、全部食べちゃった。これはどうやって食べようかな。普通に食べてもつまらないしな。あ、ママがお弁当を作ってくれたんだった。トッピングとして使ってみよう。奇抜な発想が役に立ったわ。上からヨーグルトをたくさんかけまくって、周りに広げてっと。あとは他のフルーツをのせて飾れば、いろんなデザインにできるわ。食べやすく切ってみよう。よく考えたわね。金槌を使ってやってみよう。このスイカ潰してやるわ。はあ、歴史ダメ。何考えてるのよ。大成功。あ、服が汚れちゃったの。じゃあこれで許して。もうしょうがないわね。今回はリジーの勝ち。お金を持ってるだけじゃ勝てないわ。準備？片手。私は手なし。それじゃあやってみよう。おお、レモンだ。たくさんだね。それじゃあ始めよう。じゃあお先にどうぞ。いいよ、できるし。ほら、簡単。うう、酸っぱい。吐き出す。うわ、何それ、ウケる。もう一丁。まただ。2回目は酸っぱくないわけないか。もうやめたら？いや、まだまだよ。まだ耐えられる。あらまあ。うわ、私どうなってる？ああ、なんとも変な気分。じゃあそっちの番。後で美容室行ってきな。このチャレンジのやり方は、グラスを用意してレモンを絞る。ほら、たっぷり出てきた。握力がつきそうだね。え、私必死に食べたんだけど。頭を使いなって。よしと。お次はストロー。これで準備よし。絞りたてレモネード$3でどう？はい、皆さん、安いよ安いよ。早い者勝ち。確かに美味しそう。さあどうぞ。どうも美味しいよ。はい、毎度あり。またのお越しよ。働いた働いた。思いつかなかったな、それ。まあ私は賢いってこと。乾杯。それも俺に飲んだの？髪がぐちゃぐちゃ。ざまみろ。まあ確かに笑える。どっちもひどい。先に開けるね。わお、美味しそうなチキン。わあ、あ、ごめん。私のは何かな？卵なの？グッドラック。私はこの金を使うのよ。2つね。上から金を振りかける。やった、金のチキンになった。素敵。これに勝るものはないはず。これを使って何をしようかな。そうだ、キャンドル。卵をホルダーにのせて、あとはキャンドルに火をつけるだけ。あれ、もうマッチがない？あ、しょうがないな。手を貸してあげる。いつも金色のライターを持ち運んでいるの。わお、きれい。ありがとう。キャンドルに火をつけたら、うん、完璧。トングで卵を掴んだら、火の上にのせるの。やだ、何してるの？真っ黒で気持ち悪い。できた。そして水の中に入れたら、うわー、見て、輝いてる。え、銀色になった。なんで？でも私のライターがなかったらできなかったよね。あ、またジェイクに取られちゃった。なるほど。まずは金色のチキンから食べるか。柔らかくて美味しそう。うん、うまい。やった、美味しいって。私天才。この銀色の卵はどうかな。見た目がいいな。ワクワクするぜ。もっと強くした方がいい？うわ、生だ。食べられないじゃないか。はあ、また失敗か。同時に開けよう。あ、ステーキか。あんまり好きじゃない。はい、早く焼いて。おお、美しいお肉。きれいに焼いてあげなくては。必要なものはワッフル焼き器。ワッフルを作るわけではありませんよ。じわじわとステーキを焼いて。いい香り。美味しくて優雅なステーキの出来上がり。やった、焼けた。飾り付けもしなきゃね。うん、完璧。私ってすごい。私も焼いてみようかな。おお、ステーキだ。任せてくださいよ。この木の枝に刺すだけ。できた。うわ、熱々。あ、完全に焼けちゃった。何それ、炭みたい。ステーキが消えた。まずそう。こっちにしよう。少しだけ切ってお味見。最高に美味しい。私が作ったのよ、ジェイク。今度はこっちか。うわー、いや、これは試したくない。恥ずかしい。あはは。一緒に開けよう。わあ、スパのクーポン、私に。いいな。俺のはお菓子一粒のみ。私はスパに行ってくるね。バイバイ。これもうまいけどな。ぷよぷよだ。車に乗せてあげよっと。ブンブンブン、通りますよ。イエーイ、この後輪走行を見よう。待てよ、さらにパワーアップさせよう。車あっち行け、もう用なしだ。よしと、玉座に座らせて。そうだ、俺のラッキーリーフ、キャンディーにぴったりのうちわだな。快適に涼しくしてあげるからね。スパに来たって罰は当たらないよね。ゆったりと使って。やったー、キャンディーたくさん。あ、グラスにも入れてもらえます？どうも、完璧。このキャンディー風呂最高。夢が叶ったって感じ。一日中ここにいたいくらい。キャンディーで角質除去。キャンディースクラブは間違いないっしょ。ついにキャンディーをいただくかね。え、俺のキャンディー戻ってこい。もうすんごい飛んでったね。もっと左。ああ、こっち側に落ちてきてるね。もう絶対キャッチできねえ。諦めちゃうわけ？私がキャッチしちゃった。マジかよ、俺の唯一のキャンディー。今日マジ最悪だ。そう、私は楽しませてもらったけど、今回は私からね。わあ、ちっちゃいワッフル、可愛くて完璧。待って、何かが欠けてるね。スプリンクルって間違いないよね。もちろんいろんな種類のスプリンクル。見て、役立つミニロートも持ってるんだ。これでうまく入れられるでしょ。マシュマロは2列目。おお、賢いな。スプリンクルをどんどん入れてくね。そうだ、あと一つ必要だね。生クリーム、上からがっつりいくよ。最高。生クリームはいくらあってもいいよね。でしょ、ジョイも生クリーム好きだよね。俺も生クリーム好き、マジで。あ、やりすぎた。もはやワッフルが見えないし。リーフブロワーが使えるかも。よし、いくよ、生クリーム。よっしゃ、うまくいってるね。うそ、ワッフルどこ行っちゃったの？一口も食べてないのに。マジか、悲劇的だな。俺のは何だろう。空っぽの皿。なんで俺のはつまんねえんだよ。お、ワッフル、追加ワッフル、どんどん来る。またさらにもう一つ。ワッフルひっくり返しタイム。みんなワッフルは好きだよね。見ろよ、このでっかい塔。夢が叶った感じ。ワッフルタワーなり。いやー、美味しそう。でもシロップがいるな。おお、シロップが滴ってきた。これぞワッフルの塔。いきます。もう私もワッフル食べたかった。よし、開けてみよう。うわ、黄色のマカロン。はあ、黄色のクラッカー。美味しくできないかな。もしもし、ちょっと来てくれない？もっと豪華にデコレーションしてくれない？そうですね。ではこれでいいですか？素敵！全然良くなったわ。はい、取っといて。ありがとうございます。うわ、デコレーション綺麗ね。私も頼んでみよう。私も助けてもらおうっと。よー、元気。$1？ラッキー。いいよ、これ使って。ホイップクリームを使うとしたら、あ、いいこと思いついた。穴からスプレーしちゃおうっと。山盛りクリームの出来上がり。まあいいんじゃない？よーし、早速味見してみよう。まずは見た目のすごいこれから。おいしい。次はこっち。うまっ、両方ともおいしい。2人とも頑張ったね。やったー、気に入ってもらえたわ。私からね。いいよ。待ちきれない。うわ、大好物のキラキラの魚。うわー、しょいしょい。マジ？食べ物で遊んでる。しょいしょい。うわー、美味しそうな匂い。予想通りすごく美味しい。お腹が減ったなー。美味しいものが入ってればいいけど、よし。釣り竿なんて食べられないわ。何これ？ははは、美味しそうね。見てて。美味しいものを釣ってみせるわ。これどうなってるの？洋服なんて食べられないわ。もっと遠くに投げなきゃ。うわあ、大物みたい。ねえ、何やってるの？助けて、引き込まれそう。はい、押さえてあげる。助かったわ。もっと引っ張って。ああ、きつかった。うわ、魚、何かご用ですか？ねえ、この魚喋ってる。お寿司が食べたかったの。ありがとう。バイバイ、もう釣らないでね。わあ、おいしそう。いただきます。まだ足りないから、ちょっとくれない？いいわ、ちょっとあげる。ありがとう。超うま。たくさん食べちゃおう。最初は何かな？サンドイッチ？でもなんだかつまらない。何か入ってる？ただのパン。ないよりマシか。そうだ、いいこと考えた。準備はいい？スワイプ。いい感じ。自分にぴったりなサンドイッチ。大好きなものをたくさん詰めて。じゃじゃーん。私はたったのこれだけ。ずるい。しょうがない、分けてあげる。わあ、ありがとう。すごいね。お腹ペコペコ。いくよ。甘い。塩気もいい感じ。絶妙な味だね。顔がやばい。2人ともすごいことになってる。もっと食べちゃえ。わあ、待って。先に開けさせて。はいはい、じゃあ開ければ。やったー。じゃあ、わ、クッキーかな。でもちょっと地味だな。あ、粉砂糖を使ってみよう。甘くしちゃおっと。ちょっと助けてもらおう。おばあちゃん起きないで。ちょっとだけ貸しておいて。うまくいったわ。これでうまくいくはず。適当に振りかけてもしょうがないけど、このトリックだったらうまくいくわ。見てみる？かわいいでしょ？いいじゃない。それくらい私にもできるわ。クッキーじゃないの？あ、ちょっと助けて。わあ、ポップイットがたくさん。これじゃないし、どれにしよう。よし。他にも何か必要だわ。これですっごいことになるわ。ほら、キャンディーの雨よ。めっちゃカラフルでしょ。すごくない？うわ、レキシーの勝ち。よし、やっぱりスプリンクルは最高。頑張って、あと少し。うわ、誰も見ていないよね。食べ物禁止は分かってるって。ああ、大丈夫よ、心配しないで。あら、あなた聞こえる？頑張って、ほら。何事？お菓子でできてる？逃げなきゃ。あの患者さんはお腹ペコペコ。食べ物禁止？お医者さん。何もないわ。一周回って。もちろん。ほら、ないでしょ。では、そうね。何か怪しいけど危なかった。手のひらを見せて。手のひら？はい、私の見間違いかしら。気のせいよ。入りなさい。あ、出てきちゃった。ダメー。キャンディーじゃないの。出て行きなさい。はい。まったくバレちゃった。ああ、私の T シャツ、これ使えるかな。うん。両面テープを使うの。あとはくっつけるだけ。どう？いい感じじゃない？全然わからない。早速。待ちなさい。全部見せて。袖の下もね。何もないわ。ふむふむ。入りなさい。大成功。この T シャツ着ててよかった。うん。何の音？失礼。お菓子は禁止。それは没収よ。嘘でしょ、買ったばかりなのに。じゃあ出て行きなさい。最悪。出て行きなさいなんて。待った。そうだ、クマさんのクラフトの時間。背中に切り込みを入れたら中の綿を全部取り出すの。プラスチック袋をこの中に入れたら綿あめも入れる。クマさん、ありがとう。完璧。ショータイム。今度こそ大丈夫よ。もしもし、待ちなさい。何？ただのクマよ。本当に必要？大丈夫そうね。私はいい子よ。じゃあ入りなさい。やったー。ジェニファー、ニャホ、ここ座って。ありがとう。でもお菓子が欲しかった。分かってるって。クマの後ろを見ててね。これ実はわたあめなの。兄？本物だよ、大丈夫。食べられるって。嘘じゃないわよね。本当にわたあめだ。兄、すごいアイディアね。前髪失敗だったかな。見たことのない人ね。髪の毛が素敵。私？いい？月曜日までに返事して。待って、50でいける？この数字は譲れないわ。失礼。食べ物は持っていないわよね。話し中よ、見えないの？ごめんなさい。まったく。私って重要な人間なの。スマホも2つ。危なかった。何してるの？私よ、兄。やっほー、会いに来たの。え？ジェニー、デリバリーだってチョコのデリバリー。空っぽのスマホケースを使うの。その中にチョコを入れて隠すだけ。やった。このフォルダは？あの人のかな。失礼。これ何してるの？バレちゃった。私を騙すなんて。もう入室禁止です。ごめんね。残念。クマさんがいてよかった。夕食よ。お腹すいた？ここに置いておくわね。起きたら食べるのよ。病院のご飯ってまずい。絶対に嫌だ。もうしょうがないわね。どうも。私よ。ジェニファー、早く食べてみて。これ？そう？これ何の肉？どう？もしかしてチョコ？サプライズ！ガムのテープを使うの。何枚か用意してね。次に半分に切って、これで OK。 全部まとめたらお皿にのせる。丸いチョコレートをパスタの隣に添えれば出来上がり。おいしそう。ガムだ。よし、大丈夫そうね。しよう。どこ隠れよう。この下なら安全かな。どこ行った。この辺隠れている。わ、隠れ場所バレそう。テーブル下。もうやだ、危ない。ここはどこ？写真のお菓子の場所を吐け。やだ、絶対教えない。ほう、今まで口を割らなかったやつはいねえ。そうだな、よし、羽がうってつけだろう。さあさあ、どうだ、こいつが怖いだろう。ダメ、やめて、フィクシー。そんなんで教えるもんですか。だ何、他に何が使えるんだ。歯で切れないかな。よし、懐中電灯。それってすまん、もう一回やるから。お菓子の場所を言え。はい、聞きません。何あれ、下手くそじゃん。そろそろ終わりにしたいわね。いつも使えるのがヘアピン。穴を開ければテープが弱る。これで引きちぎることができるわ。足も自由にして、これで脱出。ビーだ。よし、こいつを使えば。あれ、あの子どこ行った。おお、何のニュースだろう。こんばんは、今宵は重大ニュースを。お待ちください、情報が入ってきました。なんと宇宙人の襲撃との情報です。おお、どうしよう。何の光？様子を見に行こう。外からやってくるわね。うわー、大変だ。エイリアンがうちに来た。よし、この状況から抜け出すには頭を使わないと。エイリアンに入らせてたまりますか。この紐一本で撃退。あっちを結んだらこっちに渡して結ぶ。紐セットよし、お次は接着剤。これなら宇宙人とてイチコロよ。玄関マットにキュッと出してね。あ、全部絞り切っちゃったみたい。ああ、やってきたみたい。隠れようっと。でもヘッドバンドいらない。ああ、ドアを開けた。今に来るぞ。トラップをくらい。やった、接着剤を踏んだぞ。なぜどうして動けない。動けた、倒れるるるるぶい。まあ素敵なお花。ごめん、勘違いしてたみたい。謝るに。はい、これでしょ、キリキリ。ケーキはごめんね。でもこれ一緒に食べよう。はい、どうぞ。今スマホ出すからね。この写真バズらないわけないじゃん。あ、エイリアンフィルターだ。はい、じゃあまた後で話そう。バイ。あれ、誰かにつけられてた？あー、絶対つけられてる。いきなりスマホ落とした。でも逃げなきゃ。スマホごめん。もっとジョギングするんだった。ダメ、こっちに来る。あー、転んだ。もうダメだ。お嬢さん落としとったよ。あっちに落としとったよ。ああ、よかった。ご親切にどうも。それじゃじゃの。おーっと、雨じゃの。今日の獲物ここにいるだすな。こんばんは。うん、何しとるだす。うそだす。まあほんなら簡単だすな。なぜじっとしてないだす。厄介な獲物だすな。これで終わりにするだすよ。もうええだす。わ、やばっ、吸血鬼じゃん。おりゃ、わしが怖くないだす。吸血鬼って素敵だよね。素敵で、いや、もういいだす。吸血鬼大好き。離すだす、触るんじゃないだす。もうゴリゴリだす、パイなら。待ってよ、私の暗黒王子様。こっち。何、消えただす。うわあ、私の吸血鬼なんだから、カーペットで済まきよ。これでずーっと一緒よね。ふう、危ないとこだった。ダメだ、ゾンビが入ってくる。脳みそを食わせろ。何か使わないと。あれだ、これでドアを押さえててね、イスさん。脳みそを。ああ、もう今日は最悪。ってマジ、まだ中に入ってくる。まだ手は残ってるはず。これが使える。床のビー玉は誰にだって効くんだから。よし、私天才。脳みそを求む。わあ、やってきた。隠れなきゃ。この中に入ろう。脳みそは合図子。おお、匂いでバレないといいけど。ジュベル。うわっ、背中やられた。お、ビー玉成功の音がした。やっぱり大成功ね。ゾンビケアを残念でした、腐ったお兄さん。ゾンビについて予習しないと。脳みそ匂いする。すごい、知らなかったな。脳みそ。え、なに？あ、ゾンビ。どうしよう、何すれば。そうだ、これを使えば。はい、あなたの頭にバケツ。私にもバケツ。バケツ、なぜ。あれ、このバケツ誰の仕業よ。あんたがやったんじゃないの。違う違う。じゃあ、あっちの誰かだよね。ふう、よかった、成功したわ。あ、あれ、ああ、寝てたんだ。夢だったのか。こんなの読んでるのがいけないのね。学校嫌い。よし、誰もいない。おやつの時間。おお、チョコちょうだい。もうしょうがないな。ちょっと全部食べるかな。一口も食べてない。口寂しい。あ、ガムがあるんだ。取っておいてよかった。あ、ガム。冗談じゃない、やめてよ。なんでいつも取られるのよ。イライラするわ。わかった、自然に。怪しまれてないよね。パパッとね。ポテチの匂い。食べなければ。うん、静かに音を立てずに。なんでもないか。いけいけ。ちょっと返しなさいよ。が、空っぽ。もう。ちょっと待てよ。いい考えがある。まずはこれを半分に切る。で、可愛い紙で覆う。いい感じ。半分をおやつでいっぱいにするの。蓋を中に入れたら鉛筆を上に置くのよ。ペンケースみたいに見えるでしょ。秘密が隠れたペンケース。よし、いける。紙を上げたらお菓子が出てくるな。誰にもバレないわ。もしもーしってただの鉛筆じゃん。グミの音がしたのに。うん、危なかった。でも大成功。こんにちは。お見舞いに来たんですけど。おっと、あなたもなんだか大変そうですね。あ、痛そう。辛い思いをきっとしてるんでしょうね。どうもそうなんです。ほんと辛くって、電気コンロがオンになってるなんて思いもしなかったのよ。大やけどしちゃって、良くなるまでこの包帯つけないといけないの。触るのも痛いんだから。あ、かわいそう。さあ友達に会いに行って。やっほー、元気づけに来たわよ。どうしたんだ。どう？こんなダンス好き？ちょっとやりすぎ。騙されちゃった。ハサミが全てを変えるのよ。ちょっと切るだけ。じゃじゃーん、中身はキャンディーなの。お前最高。お菓子食べたくてしょうがないんじゃないかと思ってたの。はいどうぞ。ああ最高。お前っていい友達だよな。じゃあ開けようか。よーし行くぞ。待って、いいこと考えた。交換しよう。そうだ、そうしよう。それじゃ中身は、おお、スイカだ。やった、嬉しいな。いいね。こっちは何かな。ってなにこれ、空っぽのスイカなんだけど。何にも残ってない。どうやって食べるのがいいかな。口からって、あー、スプーンとかあればいいのに。なんであっちばっかり身の詰まったスイカなの。そうだ、いいこと考えた。計画通りにやってやれ。スライム持ってきててよかった。よし、これを空っぽのスイカにドバー。入った、ドロッドロ。よし、いっぱいになった。そしたら種をかけて本物っぽく。最後にもう一度交換。よし、見られてないもんね。やっとスイカが食べられる。うわ、なんだこりゃ。スイカじゃないじゃないか。偽物だ、スライムだ。あら、偽物だなんて残念。こっちはこっちで食べちゃおう。楽しみ。これならどうだ。うわー、スライムフェイスだ。びっくりした。てかそれ面白い。ほら、半分あげるから。おお、ありがとう。ビタミン剤の記録を取らなきゃ。あら、他のがいるわね。忍者みたいに忍び込むのよ。ビタミン好き？冗談よ、これトリックなの。サメのグミを溶かして、開いた状態のブリスター包装に入れるの。こぼさないようにね。全部入ったらホイルで包んで。できたわ。これならグミだってバレないでしょ。忍者の技ですり替えてっと。完了。忍者はここで退散。これこれこれでいいんだっけ。いいわよね。こんにちは。はい、これを飲んでくださいね。またビタミンなの。飲まなきゃダメよ。さあ飲んで飲んで。やっぱりまずいの。味は関係ないわ。良くなるためよ。分かったわ。あれ、これおいしい。もっと飲むからください。あら、いいわよ。よほど良くなりたいのね。そうなんです。いいわよ。いや、ストップ。なんだよ、わざわざ説明しろって言うの。飲食禁止。わかった、じゃあね。なんだよそのルール。こんにちは。ちょっと日焼けをしたいだけなんだけど。うわっ、かわいいビキニ。これありがとう。でも食べ物はダメ。うまくいくと思ったのに。これだったら大丈夫だ。マジで勘違いだよ。ごめん、いくら。いい方法はないかな。このスノーケルを使ってみよう。ここから中にお菓子を入れてみよう。天才的。いくぞ。また来たの。待って、まだ懲りないな。うわ、きっつい。よし、オッケー、いって。ほんとにやった、うまくいった。うわ、かっこいい。これでやっと楽しめる。スノーケリングって最高だよね。めっちゃおいしい。よし、今がチャンス。ダメよ、ルールはルール。腹立ち。お、あの人。そうだ、いいこと考えた。うん、何か足りない。誰もいないわね。よし、変装完了。いや、僕は医者じゃなくて歯医者だ。次の患者はどこかで見たことある顔ね。誰もいない。大成功。これで安心。へへん、私でした。お菓子がたくさん入っているな。しかも美味しい。誰も私を止められない。全部食べてやる。口の中にポイッ。おい、俺の服返してくれ。ごめんなさい。眠たくなっちゃった。お腹すいた。居残りなんて最悪。なんで私が。もう無理、何か食べなきゃ。そうだ、クッキーまだ残ってたっけ。かけらで十分。ほら、口に入って。それだけ。もう他に食べ物はないの。こことか。やっぱりお菓子がくっついてた。これが欲しかったのよ。美味しかった。でも物足りない。先生、トイレに行ってもいい？絶対にダメだ、居残りなんだから。でも反省したよ、ほら。かっこ続けなさい。ただ座って私のこと見張るなんて信じられない。あ、今のうち電話しなきゃ。デイビッド、今居残り中なんだけど、お腹が空いたの、助けてよ。マジかよ。何をすればいい？そうだ、こっそりお菓子を持ち込もう。どれどれ。先生はあそこだな。あ、やった。デイビッド、ここ。マリソン、僕に任せろ。スケボーを使ってお菓子を持ち込む作戦だ。テープで袋をスケートボードの裏にくっつけて、これで完成。あとはマディソンに届けるのみ。へへ、すごくない？僕天才。よし、ここに置いて。それ。あ、スケートボードだ。ゲット。何があるかな。やった。これおいしそう。しかもいい匂いだし。あ、先生も気づいてないみたい。こんにちは、チケットはこれ。オーケー、映画を楽しんで。どうも、映画を見に来たの。はい、チケット。カバンの中身見せてもらえる？嘘でしょ。分かったわよ、出せばいいんでしょ。これだけ。お菓子がたくさんあるじゃないか。没収だ。意地悪。はっ、仕事だからな。うわ、あの警備員厳しい。どうにか持ち込めないかな。そうだ、メイクだ。解決策にぴったり。まずは中身を空っぽにするの。使うのはジュースのみ。喉乾くしね。シリンジの中に入れたら、これで十分。そのままリップの容器に入れるだけ。上までたっぷり入るように。よし、あとはキャップをつけて、こぼれないようにきつく締める。よし、間違いなくお菓子には見えない。ほら、唇につけると美味しいの。映画の時間ね。はいはい、カバンの確認でしょ。大丈夫、全部出すから。持ってるお菓子全部あげる。ゴミ箱へ。ほい、バイバイ。これはメイクだから持ってても大丈夫でしょ。唇に潤いを与えなきゃ。メイクは問題なし。どうぞ。ありがとう、またね。変なの。やった、ジュースを持ち込めた。やっぱりおいしい。おお、ポテチの匂い止まる。よこしなさい。ちょっと、分かったわよ。困ったもんだ。これは見せられない。どうしよう、何か考えなきゃ。でも何を。おお、モリーじゃん。モリー、今日も可愛いよ。あ、おはよう。はーい。昨日これ読んでさ、面白かったよ。あ、ちょっとネクタイ貸して。でも僕のお気に入り。し、こっち来て。まずはお互いを知ってからじゃないと。これさえあればいける。何があったんだ。ママに報告しなくちゃ。裏にして平らに置いてね。グルーを使ってこうやってジグザグにつけるの。次はゴムをつけていくわよ。上から下までね。しっかり押さえてね。これが最後。ゴムの中にお菓子を入れる。完璧だわ。よし、準備 OK。 普通にして。怪しくない、怪しくない。結構似合ってるしね。アクセサリーが決めてよ。おやつの時間っと。いや、美味しそう。秘密のおやつタイム。モリー、ママが夕食に行きたいか聞いてるんだけど。やばい。ヤッホー、ジャレド。ちょっと後悔してきた。ネクタイはいっぱいあるよ。でも先にキスしてね。どうしよう。あれ、ゆうべ何があった。どうやらパーティーしすぎたみたい。私この度結婚しまーす。わお、よかったじゃない。乾杯。ふう。ああ、もう二度とやらないんだから、一回さっぱりしよう。うわあ、ぐちゃぐちゃ。たく、お掃除もしなきゃ。ああ、うわあ、メイクもすごいことに。待てよ、思い出しかけてる。確かあそこはクラブで、ミアが主役。パーティーするぜ。おう、イエー、乗ってこう。次に歌うのは、おっと、失礼。行きましょう。ああ、人形を連れ出したのか。しかもうちのトイレにある。っていうか、トイレどうなった。ああ、めっちゃヤバそう。これ以上悪いことは見たくない。待って、今夜最高。これ毎週末やろうよ。いや、毎週末とかありえんわ。体中が痛い。どっから出てきたこれ。これやってみよう。ポップイット当てるぞ。やれやれ。ふう、やったぞ。もらえたんならいいか。ってあれ、指輪が、やばすぎる。どこにいるって。そうじゃん、今日結婚式じゃん。指輪がない。今すぐなんとかしなくっちゃ。作業開始。まずはマフィンのトレイを用意。そこにエポキシレジンを流す。そこに赤い絵の具を数滴。じゃあこれを混ぜよう。筆を使って渦巻き。固まる前に指輪を突っ込む。よし、できた。やった、間に合ったぞ。結婚しましょう。チョコレート大好き。もう来ないのかと。大丈夫、指輪はあるからね。ぴったりはまる。超ロマンチック。結婚だ。じゃあ誓いのキスを。今日も今日とて仕事。銀行員も楽じゃない。どうも。はい。さ、話があったんだけど。どちら様で。嘘でしょ、私だって。そこまでしないとわからん。なんだ、ミアじゃん。会いに来てくれたんだ。やっとか。いつもこれなんだから引き出したいんだけど。足乗っけないでくれる。いいからお金取ってきてよ、今すぐ。早く戻ってね。秘密の金庫はどこだったっけ。そうだ、話すと緊張するな。まあでもお得意さんだし、あ、着いた。どの鍵だったっけ？多すぎるんだよな。これから起こして悪いんだけど。なんだ人間。お金が必要でいい？たく、これ受け取ったら我が領域から立ち去れ。ありがとう。じゃあおやすみなさい。ほんと怖いんだからもう。いつまで待たせんの？ただいま。はい、どうぞ。なんかの冗談？あ、そっか。待っててね。持ってくるもの間違えた。怖いんだからもう。今度は間違えないぞ。オッケー、私ならできる。そっとそっとゲット。早く転職しよう。命いくつあっても足りない。こちらがテープです。テープ？テープじゃなかったんで。あ、いや知ってましたとも。今度は正解できるかな。スーツケース？これを探してたわけ？ああ、動いた。何が入ってる？ついに自由だ。ああ、それは良かったです。急いでついてきてください。こっちです。はい、どうぞ。ここ何を預ける銀行なわけ？なんだ、友達増えると思ったのに。ほら、金庫に戻って。大丈夫、なんとかするから。正しい鍵を探すだけ。どこかにあるはず。少々お待ち。私がいないと本当にダメね。これだってば。ああ、知ってた。渡して。ダメ。なんで？先にやることがあるの。ホチキス。これだね。これが必要なの。あなたの仕事を楽にしてあげる。針でパターンを作って一緒にくっつける。真ん中にスパンコール。これを鍵に取り付ける。これでよし。もうなくさないね。ほら、持ってって。わあ、すごいな。じゃあ取ってくるね。じゃーん。ほら、簡単でしょ。これでイメチェンができる。こっちは金庫に入れといて。そうだね、鍵があるし。はあ、怖かった。てか靴洗ってからにしてよね。みんながいない。静かだな。あ、おはよう。おいおい、挨拶なんて返せないぞ。でさ、私が見えないだけだよね。あ、何これ。わあ、パーティーがあるの？しかも今日だ。めっちゃクールじゃん。でも行かない方がいいかな。ぼっちになるし。なんでいつも悪いことばっかり。なんかオタクが騒いでる。ほんとキモいな。あ、ドッキリしてやろうぜ。人気者にはなれないな。なあマンディ、俺とパーティー行かないか？あなたと？本当？デートみたいな。嘘でしょ。おいおい、気絶したぞ。ベタだな。え、冗談だったの？撮影してりゃよかった。お前を誘うわけねえだろうが。笑わないでよ。おい、もう行こうぜ。なんであんなに意地悪なの？私が何をしたっていうの？あいつら最悪。友達を作りたかっただけなのに。あ、ちょっと待って。この涙でひらめいた。パーティーにうってつけのアイディア。これきっと最高だぞ。エポキシレジンを用意。そこに顔料を入れる。鮮やかな青にしよう。これを混ぜていくよ。しっかり混ぜようね。これくらいに。次にこれを型に流す。涙の型にしようね。これを上までたっぷり注いだら固まるのを待とう。ここにチェーンをつないで。わあ、とってもいい感じ。オリジナル涙ネックレス。パーフェクト。あとは服を探すだけ。わあ、とっても素敵。じゃあパーティーに行こう。生まれて初めてのパーティー。想像通りだ。パーティー。あー、わあ、見ろよ、マンディだ。どうしよう、こっち見られてる。どうしようかな。来てくれて嬉しいぜ。あ、そうなの？さっきのことだけど、ただのドッキリでさ、ダンスするかい？ああ、やめとくわ。おい、謝っただろ。パーティー絶好調だぜ。オーイエー。よかった、間に合った。遅刻したかと。おはよう。このブレスレットクールだろ。ヤーマンディ、この色が目とマッチしてるさ。何してるんだろう。ブレスレットもいいね。ブレスレットも。来るな。痛い。ブレスレットもはブレスレットがいるの。あ、そうか。じゃあもう行くわ。自分たちばっかり。まあいいや、できることなんてそうないし。靴ひもを結ばないと転んじゃうな。待って、いいこと思いついた。私もブレスレットもになれるかも。靴ひもで輪っかを作って、それを結ぶ。こんな風、端っこを輪っかに通したら編み込んでいこう。髪の毛と同じ要領。いい感じだね。端っこを結んだらこれで簡単。じゃあつけてみよう。みんなにも一つずつ作った。みんな、いやー、TikTok がバズる。うわ、なんだか叱られる予感。二人とも態度が悪すぎます。何ですかこれは。いやー、むしろこれは良さを知ってもらうしか。笑って、 TikTok 撮るよ。あれ、二人どこ行った？まあ大丈夫でしょう。まあ何が起こったの？どうしてここに？これは一体？スタート？押してみたら何かわかるだろう。わーい、TikTok、こんなものも撮れちゃう。これは大変だ。息が切れる。いやー、もっと運動が必要だ。さて、飲み物はいかが？これでクールダウンしよう。そうしましょう。おお、シュワシュワしている。炭酸が心地よい。乾杯。いや、待て、君は何をしているんだ？TikTok 見てました。ご覧になる？ほら、炭酸を使ったライフハック。どうなるの？あ、これは綿菓子。飲み物にスッと溶かした。色が変わったわ。黄色も入れると。これいつかやりたいわね。まったくだ。いや、そこにあるのはほら、君の想像力が綿菓子を作った。これなら私たちもできますよ。ーし、グラスを用意して炭酸を注ぐ。そしたら次の準備をするぞ。さあ、綿菓子を入れるぞ。よーし、溶けた。もっと入れるぞ。どんどん入れて。まるで魔法のように溶けるわ。ああ、まるで魔法の薬を作ってるみたい。この色も足してみましょう。いいね、私もやろう。おお、いい感じだ。ストローを用意。君もあるか？それじゃあ飲んでみるぞ。おお、これはうまい。おお、これはどうだ？そうね、そうね、すごいわ。今読んでるの。おお、これはどうだ？見ろ。邪魔しないで読んでるの。うわ、これはすごい。グミで何をするつもりだ？溶かした。いちごを、いちごを溶かしたグミでコーティング。素晴らしい。インスピレーションが湧く。たっぷりのグミとボール、やるぞ。グミを出して電子レンジに入れる。あとは溶けるのを待つぞ。よーし、できた。よし、試すぞ。そしたらイチゴとその他の果物を用意。そうだ、串も用意しよう。大事だ。いちごに刺したら入れるぞ。おお、溶けたグミが絡むぞ。ひねってたっぷりとつける。スプリンクルをかければもっと美味しくなる。回して全体にまぶしていく。おやおや、寝てしまったのか。他のフルーツでももっと作るぞ。回して回してつける。おお、ブラックベリーの隙間に入る。ぶどうはピカピカになる。もちろんスプリンクルをかけるぞ。小さなハートが可愛いな。よし、できた。お皿にいっぱい。はは、よし、音で起こしてあげよう。だから音で。あら、なんか明るいわ。素敵ね。じゃーん、ロマンチックなお菓子だぞ。お好きなものをどうぞ。これ素敵ね。食べさせてあげる。うん、美味しい。じゃあこれをどうぞ。わあ、とっても美味しい。しかもロマンチック。お前大丈夫か？大丈夫。よかった。もういらない。あ、そうか。きゅうりの皮を剥いて。いや、料理姿も可愛いな。長くかかりすぎ、時短テク。私にとってのプリンセスだ。絵の題材が浮かんだぞ。よし、大きさはこれくらいか。あら、何してるの？私で絵を？はい、キュウリとポーズするわ。髪は変じゃない？いい感じ？このポーズならどう？ちょっと待った。いやー、鉛筆の芯が折れた。あらまあ、鉛筆どうやって続けるの？ TikTok に何かあるかも。ほら、ピーラーと鉛筆よ。すごいわ、ピーラーで鉛筆削ってる。うわー、驚きだ。すごいな。さあピーラー、鉛筆を助けてくれ。動画通りに上向きに削る。鉛筆を回して均等に削る。おお、うまくいった。ピーラーを返すよ。それじゃあ絵を完成させるぞ。さあ、できた。見たいかい？じゃーん。キュウリ、今まで描いてたのってそれ？本当がっかりだわ。そうかい？君に似てると思うけどな。さあ、手バラに霧吹きをかけましょう。いやー、お花を買ってきたよ。まあ、素敵。なんてサプライズなの。綺麗だわ。とってもいい香り。ねえ、スマホで写真撮って。よし、じゃあ行くぞ。笑ってこんな感じで撮って。もう十分ね。花瓶に入れるわ。じゃあスマホ返して。スマホが、わー、割れた音がした。どうすればいいの？こりゃひどい。見ない方がいい。思ってたよりひどい。テープでなら治るかも。冗談でしょ。じゃあ金槌。そうかそうか、そうだな。そうだ、私のスマホを使えばよかった。じゃあ解決策を見るぞ。なんだ、歯磨き。画面にたっぷり塗ってるぞ。それをこすってる。一体どうして？それを拭き取る。何？ひびがなくなっている。このスマホでも試すか。歯磨きを準備したわ。動画通りにスクリーンに塗って。よし、これでいいわ。あとはナプキンで拭こう。あれ、べったり伸びた。うまくいかんな。もう時間の無駄だったわ。なんだ、いや待て、君の鼻に何かついてるぞ。ほれ。おー、あなたはいつも元気づけてくれるわね。さあ、洗いましょう。あきるちゃんだ。お風呂大好き。シャンプーを出して。ガーガー、楽しいな。あ、目が。あ、ごめんなさいアレックス。でもどうしましょう。目にしみてとっても痛い。そうだ、この帽子、上を切り取ればバイザーになる。これでよし。わあ、これいいねママ。目がしみずにサラサラヘアになれる。アヒルちゃんも好きみたい。それはよかったわ。このポップ糸楽しいな。ああ、蓋が閉じたままだ。あ、うん、お腹がゴロゴロする。ねえパパ、ちょっと問題かも。何？そんなとこにいないで。すぐに行くんだ。大丈夫、パパに任せろ。ああって何？プライバシーってもんが、好きなだけプライバシーしてろ。お腹揺らさないで。待ってろ、息が上がった。体がなまってしまったな。わあ、急な階段だ。エレベーターを使おう。急いでパパ。よし、行くぞ。お前体重何キロになった？邪魔するんじゃない。さあ、好きなだけ使え。ふう、間に合った。見ないからな。便座が冷たい。やっぱやめた。はあ？一体どうした？トイレの便座が、見て。うん、これは困った。いや待てよ、ポップイットがある。まずこのボタンを取る。いい手触りだ。それを便座に貼り付けていく。とってもカラフルだ。しかも冷たい便座からお尻を守る。ハートも描いてしまおう。どうだ、素敵になっただろ。準備よしと。気に入ったかギャビー？わあ、気に入った。じゃあ使う。パパも使ってみたいな。パパ。あ、すまない。お尻が快適。あー、すっきりした。とっても臭いな。ギャビー、終わったか？これ楽しい。暇つぶしにも持ってこいか。ありがとうパパ、役に立てて嬉しいよ。出かけてる間面倒見るんだぞ。ギャビーの面倒？うん。いたずらをするな。これ楽しい。早すぎる。あっ、携帯鳴ってる。もういいだろギャビー、吐きそうだ。今日は最高の一日。もう疲れた。でもこれはつまらない。アレックスともっと遊びたい。やっと自分の時間だ。やっぱこっちだよな。いいなあれ。私もタトゥー欲しい。でもお金がない。あ、そうだ、必要なものはあるんだ。しかも針で痛い思いもなし。わあ、綺麗に貼れた。私超活かしてる。ねえアレックス、見て見て。は？なんだ？かっこいいでしょ？ね、お揃いだよ。超嬉しい。タトゥー兄弟だ。テンション上がるよね。爆上がりだな。あと、ママとパパが帰ってくる。もう着いたのか。ああ、それすぐに落とさないと。でもせっかくしたばっかりなのにそんな姿見せらんない。すぐに取らなくっちゃだ。じっとして。タトゥーにテープを貼るだろ。そしたら丁寧に剥がす。あ、でもアレックス、お願いやめてよ。ほら、タトゥーがくっついた。こする必要もなし。素早く簡単だ。綺麗に取れてるぞ。なんだかくすぐったい。これが最後だな。間に合った。ふう、一安心。でも気に入ってたのに。あんまりだ。いやー、疲れた。おう、二人とも。あれ、アレックスのタトゥーは？ああ、そうか、後で秘密を教える。あれもフェイクなんだ。なんだダッサ。楽しんでたみたいね。さねこちゃん、アーティストの仕事を見せてあげる。これは綺麗にできるわよ。色は多い方がいいってね。あと何色かで終わり。手が疲れてきた。でも綺麗にできたはず。いやー、全然ダメ。うまくいかない。あれ、これは一体？色が混ざって。そうか、これ使えるじゃないの。見て見て、このグラデーション。綺麗な組み合わせで混ぜよう。マーカーのキス。さあ、色の魔法。これはどうなるかな。色の変わるユニコーン。ほら見て、ここいい感じにできた。これぞレインボーユニコーン。もっと急いで塗らないと一筋一筋色が変わる。ほーら出来上がりを見てよ。鼻周りも慎重に。いいね、これは良くなった。そう思わない？楽しみだった映画。待って、チェックします。はーい。規則です。食べ物禁止。持ってないよ。入っていい？それはどうかな。スキャナーを使います。うわー、大丈夫で？なんか違和感が。騙されたっていうか、むしろよくやる。やった、大成功。これで映画が楽しめる。ほら行って。ちょっと歩いてきてくれる？同情シーンが命さ。入ってもなんか変だな。なんだよその匂いは。アフターシェーブかな。食べ物の匂い禁止だってば。いやでも、はあ、食いしばれ。何が起こった？殴ることはないでしょう。うわ、バレた。やばい。やっぱり怒るかね。いや違うんだ、説明させて。おい、ゲーム止まったぞ。クソゲーか。お助けアイテムを。帽子ないよりマシだけど。おお、これは使える。帽子に隠せばいい。これ天才だ。これでよし、行くぞ。どうも優しいお姉さん。騙そうとしてませんね。いや映画見たいだけ。よし撮って。やったー、成功だ。あ、マンディからメール。30分後準備しよう。これを使うんだ。仕事楽しい。よし、作戦開始。おっと、ちゃんとしないと。ダマ？それはキャンディー？なめとんのかい。食べ物禁止です。え、それジョークだと思ってた。でも私のだし。よこしなさい。やだ。よこせ。やだ。放せ。抵抗するな。出しなさいって。どうなってんの？ほっぺが痛い。返して。なんでもいいけど、ここに入れます。意地悪。これ欲しくないんです。自分のあるし。あっそ。じゃあ中入ってください。どうも。失礼、ごめんなさい。やった。あれ、このメガネダメだ。ってそういや、これキャンディーなんだった。はあ、おいしい。説明するから。 3D メガネのレンズを外して、青と赤のキャンディーを当てて温める。キャンディーが溶けたらフレームに合うように伸ばすのよ。冷やせば出来上がり。ほら、変じゃないでしょ。わあ、すごい。もう一つ持ってない。さすが。うまい。どうも、映画見に来ました。ほう、お菓子類は禁止です。注意書き見てね。残念。僕は入れる？どうぞ。じゃあね。すみません。うわー、拳銃だ。鼻ほじ。どうやって持ち込もう方法はあるはず。何か考えないと。そうだ、始めよう。でも素早くね。あ、よく寝た。あれ、ここはどこ？どうして？おい、あんた！これでも加えてな。作戦その2、モップの毛を抜く。これでよし。あ、それも借りるね。何をすんの。じゃ、行くね。はい、怪しくない、怪しくない。何か清掃で入るんですけど。どうぞ。どうも。特等席だ。じゃ、一口いただこう。あんた、私の服。そのガム食べますって、これ見たかったやつだ。始まったばっか。これうまいわね。残念だったな。禁止だ。出ていきな。さあ、いらっしゃい。あら、困ったわ。ダメったらダメ。禁止なの。没収か、このまま帰るか。こりゃまずい。どうやって持ち込もう。行こうよ、ママ。つまんないの。待って、ひらめいたわ。新しいヘアスタイルよ。何してんの、ママ。ドーナツをアクセサリーにするの。どうやって？待ってて、髪をドーナツに通せば。面白い。可愛いわよ。ありがとう、ママ。さ、行くわよ。映画を楽しんで。と、待った待った、食べ物禁止です。食べ物？そんなものどこに？いいでしょう。あなたは？どうだか。ま、何も問題ない。どうってよし。席はここね。じゃ、いい？いいよ。おやつにしましょう。じっとして。うまくいっただなんて。髪がーい。おい。うるさいぞ。これをお食べ。おいしい。このキャンディーおいしそう。いい？だまねえ、おやつ買いたい。全部欲しい。なんもいらねって。え、買わないんです？そ、行くぞ。うわ、なんて彼氏。おや、チケット担当はいないわね。おい、おかしいな。どっから湧いて出た？些細な問題よ。食べ物はないわ。コーラがあんでしょ。ダメですって書いてあるでしょ。よこして。悪かったな。でもいいんだ。じゃ、取って。ほら、急いで入れ。ここ座ろうぜ。まだ怒ってるからね。だから言ってんだろ。いいんだよ。 T シャツよーく見ろって。わあ、それすごい。そうさ、キャンディーだ。愛する君に。ロマンチックね。いいとこあんだろ。アートの才能がある人は少ないけど、チャレンジしてみると案外できちゃったりして。おすまししちゃってる。もっと綺麗に描いてやろう。出てこい、内なるヴァンゴッホー。線使い気に入ってくれるかな。ひづめが難しい。よしって思ってたのと違う。なんかこっち見てるな。もう一度書き直し。うわー、また出た。3度目の正直ってね。今度こそいける気がする。だからさ、もう一回。またうまく書けない。画家にはなれないな。いいお手本だと思ったのに。さてどうしよう。あ、そうだ、影があるじゃないか。これは簡単だ。題材に光を当ててその輪郭をなぞります。ちょっとした動きもしっかりね。そして角。これで出来上がり。あとは色を塗れば新品のマーカーって気持ちいい。中をしっかり塗れてますね。あとちょっとで終わり。あ、こっちも忘れてた。ゴッホはこの方法知ってたかな。いいね。てい、また現れるんかい。さてどこから始めよう。緑は平穏の色だ。ビジョンが湧いてくるぞ。素晴らしい。ほら、これじゃダメだ。キャンバスをやり直し。青の方がいいのかもしれない。おお、もうさっきよりいいぞ。芸術が花開く。全然開いてないじゃないか。キャンバスがもったいない。今度は本気を出すぞ。次はリアリズムだ。慎重に。さあどうだ。てか、私の手が下手なんだ。アーティスト向いていないのか。なあ、どうしてなんだ。神秘に満ちた宇宙よ、なぜだ。なんて日だ。髪の毛もぐしゃぐしゃだ。いや、答えはポケットにあったのか。まずはテープを貼ります。三角形にね。お次は絵の具を点々と出します。色はお好みのものを選びましょう。中に収まるようにしっかりした絵の具ですね。ここからが楽しい。串をジグザグに動かして絵の具の中を通しましょう。テープについても大丈夫。余白も同じように。そう、たっぷりと出して。底辺周りは広いので時間がかかりますが頑張って。仕上がりはその価値あり。ではテープを剥がしましょう。あー、気持ちのいい直線。あと2枚。さあカラフルな三角形の出来上がり。さてあとは傑作を眺めるだけ。やはり私は芸術家だったか。さあさねこちゃん、アーティストの仕事を見せてあげる。これは綺麗にできるわよ。色は多い方がいいってね。あと何色かで終わり。手が疲れてきた。でも綺麗にできたはず。いやー、全然ダメ。うまくいかない。あれ、これは一体？色が混ざって、そうか。これ使えるじゃないの。見て見て、このグラデーション。綺麗な組み合わせで混ぜよう。マーカーのキス。さあ、色の魔法。これはどうなるかな？色の変わるユニコーン。ほら見て、ここいい感じにできた。これぞレインボーユニコーン。もっと急いで塗らないと。一筋一筋色が変わる。ほーら出来上がりを見てよ。鼻周りも慎重に。いいね。これは良くなった。そう思わない？さあ、宿題始めよう。虹をかけね。虹は赤だよね。次が黄色で。もういい感じじゃん。でも形がなんか変だな。やり直し。なんでまっすぐになるの？曲がり曲がり、無理なんだけど。おい、大丈夫か？なわけないでしょう。はいよ、手伝うって。虹がうまく描けないの。手伝っていいよ。見てなって。テープの粘着面を上にしておきます。その上にマーカーを順番に並べ、テープで挟み込みます。こう。これで虹ができるぞ。大きく曲がって、ほら綺麗に描けた。わあ、すごい。やってみる。この宿題は A がもらえそう。じゃあね。チョコ食べる？あれ、クロエ、何があったんだこの部屋。虹だらけじゃないか。そこら中にある。クロエ、これ超楽しい。もっと虹描きたい？あ、チョコだ。食べたかったんだよね。はい。今回のお絵かきハック、図工の時間に使いたかったですよね。機会があったらぜひ使ってみてください。動画のお友達との共有をよろしくお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。朝ごはんといえば卵。卵を作ってみて。え、本気で？全然楽しそうじゃない。とりあえず開けてみよう。嘘でしょ。12345、よし、オッケー。いっちゃった。私はどうしよう。あ、そうだ、材料を用意しなきゃ。もしもし。うん、すぐに持ってきて。切った。早くてよかった。まずは卵を割って、白身と黄身を分けるの。白身を容器の中に流し込んだら着色料を入れる。木の棒で混ぜてね。ナイス。綺麗な青色。これをのせて蓋を閉じる。しっかり閉まっていることを確認するのが大切。お鍋の中に入れるからね。沸騰した水で白身に火を通す。ち着色料を入れたから色は白じゃないけど、どうなったか確認してみよう。和を見て、青色になった。形もいい感じ。次は黄身を戻してね。黄身にも火が通ったら鍋の中に入れる。もういいかな。取り出してみよう。どれどれ。やったー、完璧。型から取り出してお皿にのせる。いろんな色と形がある。まさにレインボーエッグ。わあ、美味しそう。待って、あれ、こっちに来なさい。あー、見て、この鳥。課題は鳥じゃなくて卵じゃなかった？え、卵？間違えちゃった。でも鳥も楽しいからいいや。どれどれ。次は何かな。麺。美味しい麺っていっぱいあるよね。もちろん私はカラフルな麺が大好き。次のチャレンジはレインボーヌードル。レインボーヌードルどうすればいいんだろう。私も全然わからない。わあ、来た。何が入ってるんだろう。何も入ってない。空っぽだよ。まったくどうしようもないんだから、ちゃんと見て。ああ、お皿、そこにあるんだった。知ってたよ。これはカップ麺かな。着色料もね。それちょうだい。水を入れたらボウルの中に赤い着色料を加えるの。それ、これでいいかな。次にラーメンの麺を加える。しっかり麺をほぐしながら色と混ぜるの。ほら見て、赤くなってきた。他の麺と一緒にお皿の上にのせる。いい匂い。そう思わない？本当に。わあ、すごい。ちょっと手で食べないでよ。そこで待ってて、フォーク取ってくるから。あー、ヌテラナイス。これは何？私の心を奪うなんてわざとじゃないの。彼女大丈夫かな。ちょっと疲れる。時間がかかるな。あとどれくらい？食べちゃいけないなんて意地悪。もう我慢できない。待って、ストップ。麺を食べちゃってるよ。あー、やばい。早く逃げなきゃ。僕見つけた。あれ、麺は？もしかして隠れてる？麺をたどろう。あ、見つかっちゃった。私がいない間に全部食べるなんて信じられない。全部じゃないよ。ほら、少し残ってる。どれどれ。雲。それ、これが次のチャレンジ。レインボークラウド。美味しそうでしょ。スタート。レインボークラウド？でも雲って食べ物じゃない。よく考えなきゃ。ストップ。一人ずつ離して。気に入るはずねえ。これ雲のランプを使うの。全然良くない。あなたは簡単。雲を見つけたら引きずり落とすんだ。面白そう。やってみよう。オッケー、いいこと思いついちゃった。まずは着替え。ヘルメットもつけたら準備完了。雲取りに行ってくるね。バイバイ。バイバイ。私はどうしよう。何かしら考えないと。脳みそ頑張って。うわー、真っ暗。それに空っぽ。お腹すいたな。あ、食べ物だ。ワッフルのサンド。いい匂い。現実じゃないのか。でも待って、いいこと考えた。まずは生地をいくつかのボウルの中に入れる。絶対美味しい。ここに着色料を加えるの。これがポイント。ここには赤。しっかり混ぜて。青、黄色、紫も作るの。できた。色がついたら次のステップ。ワッフルメーカーの中に流し込むの。レインボーにしたいから量には気をつけてね。いろんな色の生地を入れたら完成。あとは火を通すだけ。じゃじゃーん。レインボーワッフルの出来上がり。ホイップクリームも忘れないようにね。レインボーには雲がないと。スプリンクルもね。カラフルで可愛い。気に入った。これでいいかな。できた。わーい、こんなに可愛いワッフル初めて作った。おかえり。雲取れた？見て。あれ、どこに行ったの？残念。それ自分で作ったの？ちょうだい。一人で作るなんて信じられない。それに美味しい。待って、それは。いや、あげる。二人ともナイスジョブ。